どうもホズッチです。魂です。なんとタイトルの方がね、してたら決まりました。これちゃんとね、みんなで、ね、全員で選んだのね、発表したいと思います。いや、すごい早く早く行っちゃうね、うん、バナナで金曜日ナイトすごいね、もうこれ略してバンキンナイトとかね。あ、いいね。もうこの定着して、うん、いい番組にしていきましょう、これね。そうだね、はい、この見てる方ももうそのバンキンナイト、バンキンナイト、そうです、待ってるよみたいな感じでね、はい、見てもらえばいいでしょう。もう第3回目でなります、うん、この動画も。いいね、バンキンナイト。前回のね、うん、中村太一選手が出てもらって、うん、いい回になりましたね、あれね。いや、あのね、いい回なんだけどね、うん、ちょっと反省しました。え、喋りすぎですそれはあの収録中から言ってましたもんちょっと待ってくださいまたこれ持ってるじゃないですか。いやいや、もうそうだよ。ブブゼラじゃないんだから、ならないんだよそれもう。なんで前回これで小ボケもう連発で、もう何、あ、こっちの方かな。違うんですよ、望遠鏡じゃないんですよ。あ、違う、望遠鏡じゃないんですよ。こういうのばっかやってるからね、すみません、反省点ですから、ね、はい、もう今回ね、太一くんにも、うん、ゲスト、うん、呼んでいただいたので、ね、そうね、もうせっかくなのですぐ来てもらって、しかもすごいよ今回のゲスト。確かに今回も、うん、すごい。いや、今回のゲストはね、またほんと、まあ、太一もそうだったけど、はい、見てもらってすごいから呼びましょう、もう呼びましょうそうだ、じゃあ呼びましょう、じゃあ行きますよ。じゃあゲストの方どうぞ。来てくれました、来てくれました、はい、来てくれました、来てくれました。足でどこまでも俺たちの髪型決めろ、見せてくれ。今心の中で髪型過激なんで歌ってくれたファンの皆さん、こんにちは。いや、すごい、つかみ最高かよ。つかみグーです、はい、髪ちゃん来てくれたね、本当。もう急に大使から電話来て、うん、湯空いてるみたいな。いやいや、そんな聞き方してなかった。ジャニーさん。湯空いてるって言われて。ジャニーさん。全然いいよ、ね。全然いいよ。いいと思うみたいな。いいね。いいね。じゃあちょっとゆっくりね。バナナで八戸サイダーでも飲みながら。あ、どっちがいいですか。こっちのおすすめの方で。バナナです。ベネーネ。じゃあこれ、ね、これ飲んでね。美味しいんですよこれ。神君ももうお笑い担当みたいなところありますか、ね。いや、誰がや。だって神なんてあれだよ。すごいよ。三味線いけるか。見たことあるそういう一芸を持ってる。画像出てるでしょ、ここら辺で。そういう一芸がね、カムちゃんあります。スイッチありちゃう。あ、けどまずは、うん、そうだね、カミ君、うん、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。おめでとうございます。無事に第一子の長女が素晴らしい。最高ですね。かわいいですか。乾杯しますか。あ、そうです。しゃべりだした。一番回してくれそうだね。一番冷静。じゃあ、乾杯。カミちゃん、おめでとう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 。いただきます。うん、くわ安定です。あらま、美味しいでしょ。美味しいわ、バナナでしょ。そうなんだ、ちょっとほのかにね、バナナの香りがでしょ、うん、あ、いや、味の紹介もしてくれるいいね、聞くわ、はい、で、どうですか、娘さんは。いや、もう可愛い、可愛いですか。デレデレです。いいね。もう、なんだろう、え、何が可愛いですか。ミルク飲んだ後の、はい、なんかまあ、満足した顔。もう、あ、あ、もう喋ってるのはにやけてるもん。そうそう、にやけそうだよね。女の子ずっと見てるでしょ。ずっと見ちゃって。女の子ですか。女の子、あら、かわいい。これも、うん、心配ですね、お父さん。そうだね。今後は、いや、まだ早いです。まだ生まれたってなってまだまだ。いや、これお父さんになったわけですけども、はい、去年はね、なんと、うん、神畑選手チーム最多得点、うん、すごい、ね、何点でしたっけ。11点です。11点、2桁だよ。神でもすごいよね、はい、本当に移籍してきて1年目で、そうですね、実際その分かんないじゃん、前の選手の中で2桁ですから。まあやっぱ選手の特徴をまず知って、うん、この人こういうパス来るとか、あ、そういうのをやっぱまず知ると、なるほど、結構点取ればなっていう。あ、じゃあちなみに去年やってて、うん、この人はいいパス絶対来るなみたいなあったんですか。やっぱ回しとか終盤に行くにつれて結構他のこと見てくれるようになったし、太一とか庄司さんも常に裏宮山選手、中村選手ね、うん、まあ、出てきますね。なるほどね。で、意外と丸がクロスうまいっていう確かに丸ね、意外と、意外と丸がクロス練習中全然だけど試合やね、試合そうだね、かわしてくれる、そうだね。でね、なんとね、うん、今日ね、神畑選手でっかく来てくれたので、うん、来てくれたのでカタカタになっちゃいました。シュート講座の方ね、やっていただけるということなので、これはすごい。じゃあ、せっかくなんで、うん、あれ行きますか。あれ、あれ、あれね、あれ、あれね、あれ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 、なんすか、あれ、なんすか、あれって。じゃあ行きます。なになになに、せーの。え、どこ行ったの、二人。何よ、あれって。よいしょー、はい、来ましたね。来たね、神。ちょっと、お願いしますよ。え、どうした、コピーです。あ、え、ちょっと、忘れてきた。どうしますか、せーの。
うん、何してんの？何すかあれって急にやつ。伝説だよ。あれだよ。あれか。あれだよ。あれね。お前いないんだもん。有名なあれね。あ、気づかなかったよね。最初気づかなかった。ちょちょ入れてくださいよもう。びっくりしちゃったもん。あれあれですねあれあれ行きましょう。はい、ピアカミちゃん。じゃあ行きますよあれ。じゃあ行きます。せーの。よいしょー、よかった、次来れたわ。なんで置いてくんすかもう。悲しかった、向こうで。遅い遅い。さっきよかったよ、お前も。じゃあ始めてみましょう、僕はね。上方陽介のシュート講座ということでね、昨年、チーム得点王の上方陽介選手にシュート講座の方をしてもらいたいと思います。よっ、上方教えて。今ね、はい。そう、秋田選手もね、教えてほしい、このシュート、極意を、今から実践していただきたいと思います。はい、ゴールを決めるためには相手を外す動き出しが必要です。これはまっすぐ走ってだけなのでディフェンスに読まれてしまいます。一度違う方向に行くふりをして相手を騙し自分の前にスペースを空ける動きをしてみましょう。シュートを打つタイミングは基本的にトラップしてから1、2、3のタイミングで打つことが多いですが、それだとキーパーに読まれやすくなってしまいます。なのでトラップをして 1、2 のタイミングでシュートを打つことによりキーパーの反応も遅れゴールが決まりやすくなります。足を大振りしてしまうとボールを捉えきれず空振りやうまくミートできないことが多いです。体の力を抜き、ボールの中心を弾くように膝下をコンパクトに振ってみましょう。ボールの落ち際を打つのもポイントです。ということで上方選手のシュート講座でしたね。すごいね。素晴らしかったですね。勉強になるねやっぱ。本当に。これも勉強だった。あ、山ちゃんもう得点良さそうじゃん。よかった。増えるよ。増えるよ。秋吉選手のゴールにも注目です。増えるよ。上方ですね、ちょっとプライベートの、そうね、プライベートの話もね、聞いていきましょう。聞いていきたいと思いますが、うん、家にいて自粛中なんでしょ。で、うん、聞くのはね、料理されるそうなんで。そうなの？だから聞きたい。できる男？そう。どの得意料理とか聞きたい。得意料理あるんですか？得意料理、あ、まあでも和洋中全般。いや、全部や。和洋中全般。全部得意や。いや、なんで話すの？シェフじゃないですよ、もう。すごいね。今ね、奥さん、子育て大変。あ、そうですね。あ、じゃあ、作ってあげて。優しい。あ、なんか俺、しかも、出産前もちょっと聞いたことあるんですけど、カミン君が休みの日とかに、ちょっと奥さん、お仕事やられてるんで、うん、その仕事終わりにちょっと料理振る舞ってあげるみたいなことも、なんかさらって聞いたことあります。言うな。優しいやつでしょ。できる男だな。いや、これはもう、ピッチ外でも、ピッチ外でもできちゃってるからね。これなんだろこれ。料理いいっすね。かっこいい人が料理作るってもうね、うん、最高ですね。でもフォトとかもバンタル使ってね、結構そうですよ。僕も料理何できませんか、ね、違うんですよ。できない人でもこのバンタレを使えばめちゃくちゃ美味しくなるんです。そうなの？持って帰っちゃおう。じゃあかっこいいな、料理するんですね。すごいね、料理できるんだ、さすがだわ。プライベートの結構増えましたよね、料理する選手ね。あ、確かに。あ、そうだね、いろんな選手が、うん、須藤さんとか、うん、今こういう時期だからね、やってましたね、うん、やってるね。じゃあもうプライベートを聞いたところなんで、お待ちかねのグッズ紹介。今日はね、カミちゃんの方から。これだ、これ、うんうん、これ準備がすごい。本日のグッズ紹介はベースボールシャツ。こちらですね、生地も良くてね、サッカーのにベースボールシャツっていう、すごい。もうちょっと、もう普通にやってください。伝わんないから視聴者さんにね。皆さん、すみません、今回はい、ベースボールシャツ、はい、ちょっとね、これサイズ感がね、ちょっと大きめに作ってありまして、え、これ S。 あ、アキくんで S ですか、これ。でも、あ、じゃあだいぶ大きいんですね。大きめなんで、はい、これが L かな、うん、ちょっと結構大きめのなんですけど、これが今日この動画発信と同時に、はい、オンラインショップ、お、今から、うん、あら、これは殺到しますよ。これまた生地いいね、これ
いいよね、これね。いいですね。いや、まだやるんかい。まだやるんかい。まだ残っとんだ。もう、じゃあ返して返して。一応これね、夏とか多分相当いいと思う、応援とか。あ、そうだ。これ、え、名前何ですか？ベースボールシャツ。ベースボールシャツです。通気性とか。ひらめきました！あ、また。いきなり来た。ひらめきました。また？野球とかけまして、上方陽介と解きます。その心は？ナインが輝くでしょう。ポズッチです。背番号の9とね、うん、野球の9に、まあ、9に9にないんでね、ちょっとなんか悔しいな。さぞかしお高いんじゃないですか。だってこんなかっこいいですもん、うん、デザインが生地もいいし、うん、これマジいいと思う。あの色合いも良くて、うん、お値段の方ぜひ、はい、なんと、あ、いやいや来たね、ここにも来た。3980円。3980円。あのね、今のダメ、今マジだ。皆さんなんと、違う違う、ダメだ、やっと来ました。違う違う、ダメだ、このベースボールシャツ3900円です。意味が分かんない。ちょっと待って、はい、ってカットされないのこれ。ちょっと待って、あの降りてきましたんで、はい、なんと。ちょっと寄ってきた。今なら3900円でお送りいたします。どういうことや。伝わったかな。でもダメですよ。3900円です。もう、はい、お買い得なのね。これぜひ皆さん買って。あとあれだ、私服にもなるんじゃないですか。なるね。これこの中でね、ちょっとなんかね。そう。かっこいいで、ね、す。これもうぜひ、ね。重ね着しちゃうのすごくいいと思います。みんなのあの目、うん、あれだよね。いい声で紹介したんで、はい、もうね。ぜひぜひぜひ、ずっと整ってる。ぜひ買ってください。さっき整った、全然整ってない。皆さんぜひお買い上げのよろしくお願いします。で、なんですけど毎回恒例のスペシャルプレゼントの時間です、うん、よいしょ。なんと、なんとです、はい、なんですか。今紹介したベースボールシャツをね、1名様にプレゼントしたいと思います。もちろんね、神くんのサイン入りで。いや、これ欲しいね。これね、あのまたいつも通りコメント欄にね、あの欲しい方は応募していただいて、神に選んでもらおうね。引いてもらいましょう。その中の抽選ということでね、ぜひ皆さんコメントをよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで第3回目、タイトルは今日つきましたけど、バンキーナイト、うん、無事終了しました。うん、上方選手どうでしたか。まあ、サンドイッチというと、はい、本当にすごい厚切りのパンに挟まれた薄いハムみたいな、それだったんですけど。例えがうまいな。あ、じゃあ2人の圧がすごくて。じゃあ次から交代です。整ってました。だいぶ整ってますね、これ。まあ、だから食べ応えはあるサンドイッチ。味はちょっと薄いかもしれない。具は薄いんですか。いや、だいぶ分厚かったでしょ。うまいうまい。だいぶ分厚かったですよ、もう。バナレを感じてもらえれば。そうだね、いいメッセージも、メッセージもね、整ってますね。じゃあ次回もね、楽しみにしていただいた。そうだったら、いいねボタンで、いつも言ってますね。ダメだったら、バッドボタンも押していただいて、いろんな人にね、拡散していただいて、もう、多くの人がチャンネル登録していただいて。バナナの8の覚えてください。はい、と思います。ということで、次回の恒例のね、そうね、ゲストをね、選手リレーね、ちょっと電話の方でね、生電話ですから、これ出るか出ないか分かんないですけどね、ちょっと電話してもらいたいと思います。神ちゃん、ちょっといい？お願いします。マイ携帯で。うん、俺選んじゃっていいんですか。神ちゃんが選んでください。神ちゃんが選んでください。神くんはな。でも電話していいですか、じゃあ。あ、もう全然。神ね。誰来るかドキドキするわ、俺も。聞いてないからね、俺たちは。そうね。赤ちゃんじゃないの。え、赤ちゃん連れてこないでしょ。もう一回神くん出ることないで。バブー。分かってんだ、その赤ちゃん。いや、ブブゼラいいんですよ、もう。出ないかな。生ですね、これね。出ないですね。あ、出ない、うん、じゃあこれあれですかね、折り返しもらってちょっと許可、うん、あの声だけね、やっぱ聞きたい。そうね、あの声は、そうだね。じゃあそれを待って、はい、じゃあとりあえず第3回目、うん、バンキンナイト、はい、ここで終わりにしたいと思います。皆さん、じゃあまた会える日を。バイバイ、またね。こんにちは。こんにちは。じゃあちょっとお決まりのフレーズちょっと言わせていただきます。はい。じゃあ次回来てくれるかな。いいと思います。よいしょ。ドキドキしたよ。よかった。ドキドキした。よかった。お願いしますね。お願いします。はい。あ、で、ちなみにちょっといいですか。
あの次あの来てくれるじゃないですか。でもう一人ちょっとなんか誰かちょっとあの選んでちょっと連れてきてもらってもいいですか。その。そうそう、あなたが選んでいただいて、だからもうあなたともう一人ちょっと誰かもう適当でもいいので、もう連れてきてもらってもいいですか、ゲストとして。2人で来てもらいました。了解です。すみません、じゃあお願いします。それで、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、失礼します。はい。ありがとうございました。決まりました。次回ゲストもね、お楽しみに。いいね。すごい人。決まりました、決まりました。楽しみにしてください。